ズブ年末のキャラ手相診断の動画。どうも、耳尖ってます、ズブライン松井です。この動画ではですね、私の趣味や特技であります手相についてお話をさせていただいてます。毎回ゲストの方を招いて、その方にまつわる手相の話してます。最後まで見ていってください。それでは本日のゲストの方です、どうぞ。お願いします。お願いします。お願いします。自己紹介をどうぞ。はい、ロシャオ平戦期から来ましたロジュです。ロジュー、ロジュが来てくれたよ。楽しみ。さあ今回ね、中国からのアニメキャラというわけで手相には詳しいかもしれませんね。さあこちらに注目してください。この小指の下から感情線という線が出ていると思います。その線がぐーっと人差し指と中指の間にまっすぐ向かっている方いらっしゃいませんか？そういった方はとても優しい人です。相手を思いやれるとても優しい人です。相手を喜ばせることが大好きなとても優しい人はこういった手相をしていると思います。きっとロジュのような優しい人にはこんな手相なってると思います。早速確認してみたいと思います。じゃあロジュ、はい、手相見せてもらってもいいかな。お願いします。はい、手相が生命線が渦のようになってて長生きだね。結構生きてるんです。さすが妖精、びっくり。感情線見るの忘れちゃった。また来週、バイバイ。よし、お疲れ様です。お疲れ様でした。アイドルの挨拶みたいな終わり方した。